俺の妹がこんなに怖いわけがない。俺の妹は霊感が強い。というか、そういう家系らしい。俺も割と強い。妹も強い。両親とも弱く、母方のばあさんとばあさんの弟のじいさん強い。高校の時の話。その時、うちには、 近所の人から預かってた日本刀があった。後で年寄りから聞いた話なんだけど、その日本刀は岩くつきで、近隣の住人にはなんとか傍聴と呼ばれてるらしい。夏休みのある日、俺は友達と肝試しに行った。場所は一家失踪の家。地元で有名な場所だ。 新しく家を建てるために業者が解体中に事故が相次いだ。だから半壊状態のまま山の中にポツンと取り残されている。友達との待ち合わせ場所に向かうと先に友達は来てた。ちなみに昼間。失踪の家のあたりは夜にバスが出ていないから昼間に行くか夜明かしをするかしかない。校舎は嫌だ。 バスに乗って問題の物件まで行くと昼間だというのにその付近だっけ暗いおお、雰囲気あるねそんなことを言いながら家に入ると独特の冷気が漂っていた夏だというのに俺は鳥肌が立ったああ参ったな家具が置きっぱなしのリビング 食器棚の中に違和感を感じた。カーテンが閉められていて昼間でも薄暗い。食器棚の中の誰かと目が合った気がして俺は慌てて目をそらした。霊が出るという子供部屋の周りを朽ちた寝室を回り引き返す。特に何事もなくまたリビングへ戻る。 記念写真を撮り、あっけなかったなぁと言いつつ玄関から外に出る。なぜか右の手のひらだけが汗ばんでいた。家に帰ると中学生の妹がベランダで日焼けをしてた。ご近所さんの目を気にしろよと言いつつ洗濯物を取り込み、一服しようと手すりにもたれかかると、 妹が吸ってたたばこを指先ではじいたたばこは俺の顔の横をかすめるボスッとはじかれて足元に落ちた「あっぶねえな何なんだよお前」と言うと妹は唇の端をつり上げて笑い手をひらひらと振った「しっしってか犬じゃねえんだよ」 その日の夜、晩飯を食ってると、後ろから視線を感じた。妹が、俺の後ろの食器棚からガチャガチャと皿を取り出すと、気配は消えた。夜中に、便所に置き、またベッドに横たわっていると、コンコン、コンコン、と窓を叩く音がする。窓の外はベランダ。ふと、 ベランダを見ようと体を起こすと、どかどかとベランダを歩く音が聞こえ、うぜってんだよと妹の声がした。びっくりして窓を見ると、妹が何もない空間に向けて蹴りを打ったところだった。何してんの俺が言うと、妹は不機嫌そうに言った。お兄ちゃんがガキ連れてきてるよ。 言われて気づいた昼間妹がタバコを投げつけたこと俺の顔をかすめタバコは何かに当たって落ちた何か何に俺は手すりにもたれかかってたから俺の後ろには何もないタバコは1階まで落ちるはずなのに何かに当たり跳ね返って俺の足元に落ちた。 気づいてゾッとした。その日は妹に頼んで妹の部屋の床で寝た。何日かして登校日だったんで学校へ行くと友達が笑いながら寄ってきた。やったな。何を友達は一枚の写真を俺に見せた。あのリビングで撮った写真だった。 ボケっと立つ俺の右で小さな男の子が俺を見上げてた。その子の手は俺の手を握ってるように見えた。やったな。なんか体調悪いとかない友達は嬉しそうにはしゃいでた。鬱になりながら家に帰ると和室の戸が開いてた。 恐る恐る中を覗いてみると、暗い和室で妹が一人で立ってた。近所の人から預かっている日本刀を持って。俺は戸を閉めた。なんだあれは何やってんだあいつ俺はビビりつつ戸を開けた。妹は俺の顔を見ると言った。お帰り。 今日から一人で寝ても大丈夫だよその日から視線も感じなくなった妹が何をしたのか俺は知らないし知りたくないちなみに俺は何度か妹に泣きついたことがあるが妹が「もう大丈夫」というたびに怪現象はなくなった妹が何をしているかわからないわかりたくない 一度何をしているのか尋ねると妹は笑いながら首を絞めるジェスチャーをしてみせた。その瞬間窓が叩かれ妹がうるせえよ殺すぞの一括すると電気の紐が揺れて外で何かが逃げる気配がした。俺は妹がたまに怖くなる。ちなみに妹に彼氏ができた試しはない。 付き合ってもすぐに別れる。すぐに、数日以内に。ある日、街で家に連れてきた途端逃げ出した元彼と会った。別れた理由を聞くと夢を見たという。夢の中で妹は黒い霞にひたすら鎌を振り下ろしていた。笑いながら。 怖くなって付き合うどころじゃなくなったらしいちなみになんとか傍聴はいまだに家にある名前も覚えてるんだけど知りたくないし忘れたいから話さない「大事な妹」。 小のの時の話滝ちゃんのお姉さんは中学生で首に腫瘍ができるという小4にはよくわからない難しい病気で入退院を繰り返してた家に遊びに行くとたまにお姉さんもいて「こんにちは」くらいは話したことがあった髪が長くていつもなんだか顔色が悪く 喉の少し下がぼっこりと膨らんでたのを覚えているそのうちタキちゃんがクラスでいじめられるというか特別視されて孤立していくようになった二人組を作るとあぶれてしまうみたいな悪い噂でタキちゃんもそのうちお姉さんみたいに首に気持ち悪いコブができてくるらしいよとか タキちゃんのお父さんもお母さんも首に気持ち悪いコブがあるらしいよ。気持ち悪いね。とか。タキちゃんと仲の良かった私はお母さんにも会ったことがあったし、そんなことないのは知ってたけど、お姉さんの様子は確かに小4の私にはちょっと怖い。気味の悪い感じだったので、周りに合わせて少しタキちゃんから引いてた。ある日、タキちゃんから、 新しいゲーム買ったからうちに来ないと誘われたタキちゃんと遊ぶのは久しぶりだったがお姉さんのこととかクラスの子に見られたらどうしようとか考えて「うーん」とためらったがタキちゃんのことが嫌いなわけではないので行くことにしたタキちゃんと新しいゲームをしておやつを食べて楽しく遊んだトイレに行きたくなり たきちゃん、おトイレ貸してね。たきちゃんの部屋は2階にあり、トイレは1階の玄関前。何度か借りたことがあったから知ってた。用を足してたきちゃんの部屋に戻ろうとした時、玄関の前にお姉さんがいた。あ、こんにちは。お姉さんはいつものように少し顔色が悪く、 けど、いつも通りに。こんにちは。部屋に戻ろうとすると、珍しくお姉さんが私の名前を呼んだ。マリちゃんはい。タキといつも遊んでくれてありがとうね。タキは大事な妹だから。あ、はい。そんな会話をして、部屋に戻った。 戻るとたきちゃんがゲームですごい点数を出しててお姉さんのことをすっかり忘れてゲームに夢中になった門限まで遊んで家に帰り夕飯を食べ寝る支度をした時家の電話が鳴り母が出た「あらこんばんは今日はマリがお邪魔したそうでたきちゃんのお母さんらしい。 ええええええ、ままあ、そんなまさか母の声で何かがあったことがうかがえたそうですかご愁傷様でございますご愁傷様、誰か亡くなった時に使う言葉だよねお姉さん病気だったから亡くなったのかな なんて適当に想像して母を見た電話を切って母が教えてくれたマリよく聞いてねあのねタキちゃんが亡くなったってえタキちゃんがさっき事故で病院に運ばれたけど間に合わなかったって え、嘘だって今日遊んだよなんで事故ひろこちゃんの具合が悪くってお母さんは一日病院で付き添ってたんだってひろこちゃんっていうのは滝ちゃんのお姉さん後から聞いた情報も交えて話しますお父さんは仕事で遅くなるし お母さんはお姉さんに付き添わなくてはならずお母さんはタキちゃんに電話をして夕飯はコンビニに買いに行くように話したそうタキちゃんは一人で待つ寂しさからか今日私と遊んだことをすごく楽しかったんだよとお母さんに何度も言ってたそう電話を切ってお母さんに言われた通り自転車でコンビニに行く途中事故に遭った救急車で お姉さんの入院しているお母さんのいる病院に運ばれたけどもう救急車の中で息がなかったとかショックで私も母も号泣してしまったさっきまで楽しく遊んでた滝ちゃんもう死んじゃったなんてとその晩はうとうとはするものの眠れないままでいた今日滝ちゃんと遊んだ時に話したこととか 一緒に食べたおやつのこととかいろいろ考えてて気がついたんだお姉さん入院してたお姉さん確か家にいたよね話したよねあのあと具合が悪くなったのかなとか考えたなんだか怖くて寒気がし一晩眠れず 私は翌朝熱を出して学校を休んだ滝ちゃんのお通夜はその次の日の夕方だった私は熱も下がり母とお通夜に参列した涙が止まらなかった学校で滝ちゃんの陰口を言ってた子も先生もみんな泣いてた たキちゃんのお母さんは泣きながらも私を見つけるとそばまで来て「マりちゃんありがとう」タキね「たきねすごく楽しかった」って電話で言ってたのよ最後に楽しい思い出をくれてありがとうねその次の日たキちゃんはお骨になってしまった一週間くらいして またきちゃんのお母さんから電話があった今度はお姉さんが息を引き取ったと母ときちゃんのお姉さんの葬儀に参列したうちの母も立て続けに娘を二人失ったきちゃんのお母さんを思いできる限り手伝おうと葬儀の受付とかを手伝っていた その後、しばらく経って、たきちゃんのお母さんからまた電話があった。離婚をして、実家に帰るため家を処分するんだとか。その前にお世話になったうちの母と私に挨拶をしたいと。家に行くと、玄関やリビングはもうすっかり片付いていた。お母さんといろいろ話した。お姉さんは、 タキちゃんが事故に遭う数日前から入院し、もう長くはないと医者に言われてたんだとか。もしかして、一人で行くのが嫌だったヒロコがタキを先に行かせたのかしら。と、タキちゃんのお母さんが言った。ぞっとした。そういえば、あの日、この家で入院していたはずのお姉さんに会ったのだ。 大事な妹だから大事な妹だから連れてったんだろうか「だきちゃんのお母さんはもういらないから」と「あの日遊んだ新しいゲームとその他のソフトをもらってくれないか」と私に言った「うちの母ももらってあげたら供養になるよもらえなさいと」と言われるがままもらうことになった。 家に帰りゲームソフトを眺めてた四角いプラスチックのカゴに入った8本のゲームソフトタキちゃんと遊んだ新しいゲームソフトもあった遊んだことのないやつも2つあったどんなゲームだろうと後ろを見たりして開けてみるすると4つに折りたたんだ紙が出てきた 広げてみるとそこにはこんなことが書いてあった「お姉ちゃんばっかりずるい」「お母さんはお姉ちゃんばっかり」「私はいなくてもいい子なんだね」「いなくなっちゃおうかな」「お姉ちゃんのせいで学校でも友達がいない」 マリちゃんだけが友達。お姉ちゃんのせい、お姉ちゃんのせい。お姉ちゃんなんて病気で早く死んじゃえばいい。早く死んじゃえ、バカヒロコ。その髪の間にもう一つ髪が入っていた。白い髪を人型に切り、顔にヒロコ。体中に赤いペンで。 死ね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 思わず悲鳴を上げた私にびっくりして母が来てそれを見た母の目に涙があふれて私にこう言った泰生ちゃんはさみしかったんだねお母さんは病気のお姉さんにかかりきりで あんんたたはいいことしたんだよ。寂しかったタキちゃんと遊んであげて仲良くしたんだからその手紙はタキちゃんのお母さんにはつらいものだろうから内緒にすることと母も私もこの手紙を燃やして忘れようということになったそしてみたくもなくなったそのゲームソフトをしまい何年もたった去年 私は大学に通うため一人暮らしをすることになった部屋を片付けて荷造りをしているとあのゲームソフトが出てきたあんなことがあったなと思い出し処分する前にタキちゃんを思い出そうとゲームソフトを見始めた懐かしいないろいろ見ていると あの時開けなかった遊んだことのないもう一つのソフトが目についた何気なく手に取り開けてみた白い四つ折りの紙が出てきたデジャブのような感覚に陥り私は紙を開いた最近マリのやつが私に冷たくなった。 マリだけが私の友達だと思っていたのに、マリとはずっと友達だと思っていたのに。どうしたらまたマリと友達になれるだろう。今度出る新しいゲームソフトを買ったら、また遊んでくれるかな。それにしてもマリのやつ、ムカつく。他の子と仲良くしてんじゃねえよ。 あいつもお母さんと同じ。私がいなくてもいいんだ。悲しい。折りたたんだ人型に切り抜いた紙も出てきた。恐る恐る開いてみる。顔のところにマリ。体のところには。二十歳の誕生日に死ね。 私は来月二十歳になる実はですびびっています <laughs> 誰か助けて妹の体験談私には十歳離れた妹がいまして寝物語に話していたりしたせいか 弱いいなががらも霊感がついたようですそうは言ってもちょっと見えるとか夜中に誰もいないのに何度も名前を呼ばれた程度の話だったんですが少し前電話してきた話を聞いててこれは来てるというのがあったんで話させてもらいます今年の4月頃の話でした彼氏が引っ越しをしたというので 妹が荷きのの手伝いに行った時のことです彼の部屋はマンションの3階通りとは面していないのでそれほどうるさくはないはずなんですが幹線道路らしく車の音はよく聞こえました一通り荷物をほどき邪魔な段ボールはベランダに置いてその日は新しいベッドで彼は壁側に 妹は窓側で眠りました。昼間の疲れからかすぐに眠りについた妹ですが、夢を見たそうです。夢の中で妹は銭湯から帰るところでした。首にタオルを巻いてプラプラと歩いていると、温かいラーメンが食べたくなったそうです。 大通りの向こうにあるお店に向かって歩いていると街路樹の上である大きな交差点に出ましたアベックが立っていました歩道を降りた路肩に彼らは信号が青になっても動こうとせずじっと佇たずんでいます妹が交差点に着くまで何度も信号が変わったんですがそれでも動こうとしない彼らを不思議に思い 妹は声をかけてみました。あの、どうかしたんですか女性の方が低い声で答えました。なんだかとても寒くて。よく見ると、二人ともパジャマを着ています。足にはスリッパを履いてて、 まるでさっき病院を抜け出してきたようないでたちでした「今から私ラーメンを食べに行くんですけどよかったら一緒に行きませんか?」寒そうにしている二人を見て親切心が働いたのか妹はそう言いました「ええありがとう」 女性の方が静かに答えます信号が変わるのを待ち3人は並んで歩き出しましたですが妙なんです普通アベックなら寄り添って歩くものなのにこの2人は妹を挟むようにして歩き出すんですそれも妹の体に触れながらいいな 暖かい,体いいなああったかいいいなあ欲しいなあ温かい体妹の体をなでるようにして二人はそうつぶやいているんですこれはやばいと思った妹は信号を渡りきると 首に巻いてたタオルを渡しながら二人に言いました「ごめんね私急いでるから先に行くねラーメン屋さんはすぐだから寒いならこのタオルを巻いてね妹は二人を振り払い急ぎ足で歩き出しました追ってくると思い後ろを見ずにいたんですがその気配はありません」 パタパタパタスリッパのような足音です先ほどの夢のことがあります妹は単なる偶然だと思いながら耳をじっと澄ませていました足音は徐々にマンションに近づいてきますパタパタ足音は マンションの入り口付近まで来たようでした早く行ってよ妹は心の中で願っていましたけれど足音はより近くなってきますパタパタパタどうやら路地を抜けマンションの裏手に近づいてくるように聞こえます 妹の頭はパニック状態でしたまさかけど足音は彼の部屋の真下あたりで止まりましたもうすっかり眠気は覚めていました今は足音に全神経を集中させています何者かがベランダの柵をよじ登るような音がします 音は階階からへ上がってきました。ゆっくりと上がる音の主がどこを目指しているかなど考えたくもありませんついに音は妹の寝ているベランダから聞こえてきました「ギシギシギシドン」。 ベランダに置いてあった段ボールの上に何か重いものが降りる音がしました。確かに窓の外に誰か、何かがいます。ですが、ベッドを降りてカーテンを開ける勇気などありません。妹はそのまま目をぎゅっとつぶっていました。向こうに何かが立っている。それは見なくてもはっきりと感じられたそうです。 普通は念仏を唱えたりしそうですが、妹は怖がりながらも声に出さずに腹を立てていました。私に何ができるって言うのよ。何にもできないんだから早く出てってよ。今すっごく幸せなんだから、体なんか絶対あげないからね。やがて妹は悲しりに会いました。 布団のの周りに人の気配がしますそれも2人かなり悪意に満ちた霊気を感じた妹はこれは絶対目を開けちゃダメだと思ったそうですですが無理やりまぶたをこじ開けられるのかのごとく目が徐々に自分の意思に逆らって開いていくんです開いた目には例の2人が映っていました 二人は妹のベッドの周りをゆっくりと回っていました。最初、布団の周辺を歩いていたのが、徐々に輪を狭めるようにして、妹に近づいてきます。それにつれ、腰を曲げ、しゃがむような格好で顔を近づけてきました。女性の髪が顔に当たっているのがわかります。それこそ、妹の顔から10センチくらいまで近づいたとき、 連れて行こうかという女の声が妹の頭に響いてきました落っこちているおもちゃでも持って行こうかというようなそっけない言い方でした二人は動けない妹の布団をはぐと両手を持って引っ張り上げようとしましたいやいやだって私は行きたくない妹は動けない体で必死に抵抗しました どうにか動かせるようになると夢中で女の手を振り払いました。すると女性は、なんでそんなことするのとでも言うように顔をしかめると手を離しそのまま押し入れの方へ歩き出していきました。二人は押し入れのドアからどこかに吸い込まれるように消えてしまいました。引っ張られた感触よりも あの時の女性の髪の感触の方が嫌だったと妹は言ってました。怖がりの彼にこんな話をするわけにもいきません。ですから彼はまだそのマンションに住んでいます。それにしても妹が連れて行かれようとしたのはやっぱりあの世だったんでしょうか。 妹を迎えに行ったあれは6年前のことで自分は小4だった妹は保育園の年中組で毎日4時に母が迎えに行くその日は真冬でこちらの地方は雪はほとんど降らないがかなり寒い日だった保育園は 家から歩いて10分くらいと近いので午前中だけパートをやってた母は毎日歩いて迎えに行ってたその日もいつもと変わらずほぼさんから妹をもらい受け住宅街から外れた田んぼの中の近道を妹の手を引いて歩いてきたということだ母の話ではその道すがら妹が変なことを言い続けていたらしい ねえねえ、お母さん。暗い道があったら、まっすぐ行くとどうなるの赤い車があって、女の人が下を見てるの。すると、男の人が出てきて、運ぼうって言うの。女の人もこっちに来て、暗い道を一緒に行こうっていう。それで、 道つがらの田んぼの中に農具を置いてある掘立小屋があるのを見て「あそこに入ろう!」と言って母の手を引っ張って聞かなかったらしい影はないだろうけど他の家の小屋だし田んぼの土に足を踏み入れるのは嫌だったので母は無理に手を引いて家まで連れてきたという今は違うけど 当時は妹はおとなしくってほとんど喋らないような子だったので、それも変だと思ったそうだ。そんなこんなで近いのに、その日は家まで30分ほどかかってしまった。それで、家の玄関先まで来ると、妹は手を離して走り出し、ドタドタと音を立てて保育園のお道具を持ったまま2階へ駆け上がり、当時は俺と共有だった子供部屋へ入ったらしい。 普段はそんなことをする子ではないし手を洗わせようと思って妹の後を追いかけ2階へ上がったが2部屋しかない2階にはどこを探しても妹の姿はなかったそうだただ自分たちの部屋に入るとちょうど砥石で包丁を研いでいる時と似た匂いが強くしたという換気がてら窓を開けて屋根の上を見たりしているところで母の携帯が鳴り 保育園から「まだお迎えに来られていませんが遅くなるんですか?」という問い合わせの電話だった母はあっけに取られて「さっき伺ったと思いますが」と言っても「え今日は一度もおめえになっていませんよ」と向こうも驚いた様子だったその辺りで自分が学校から帰ってきて 母と一緒に保育園に行った道すがら母にこの話を聞かせられたが自分にはちんぷんかんぷんだった保育園ではいつもの妹がベソをかいて待っていたそれから一週間後母が妹のベッドのシーツを取り替えようとして敷布団をあげたらちょうど 寝た状態の妹の顎が来るあたりのマットレスに小さな赤黒い手の跡がついていたという。母は思わず大声で叫んで慌てて雑巾で拭き取ったがその時に包丁を研ぐ匂いがまたしたそうだ。だから自分はその手の跡も見ていない。 変わってしまった妹高校生の頃いつも喧嘩してた妹がいた喧嘩といっても他愛もない口喧嘩である程度言い合ったらどちらかが自然と引くニュースであるような殺傷事件には到底至らないような軽い喧嘩だった 高校3年の春だった。成績がすごく落ちてて志望校に合格するのが危うかったそのせいで親の風当たりがきつくテストが悪い時なんか一人だけご飯のおかずが煮干しだけなんてこともあった追い込まれていたからか妹のいつもの態度がやけにイライラしてくる。 何を言われたかは覚えてないが、カッとなって妹にテレビのリモコンを投げた。リモコンはちょうど妹の後頭部に直撃。妹は頭を押さえて倒れた。俺は焦った。死んだのかとりあえず近づいて確認。脈を測ると死んではいないよう。でも、 気絶してるから病院に行った方がいい。そう思ったんだが、俺に辛く当たる母にこのことがバレたらどうなるかわからない。俺は気絶したままの妹をそのままソファーに寝かせ2階に上がった。次の日、妹になんて謝ろうかと思って2階から降りていくと、妹は普段通り朝食を食べてた。どうやら怒ってはいないようだ。 昨日のことを申し訳なく思っていたのか久しぶりにこちらから声をかけたすると全く反応しないやはり怒ってるんだろうかそう思ったんだが今考えると怒っていただけの方が良かったんだ妹はその日から性格が変わってしまった学校から帰ってくるといつも友達と遊びに行ってたのに 学校に行く以外部屋から全く出なくなったそして家族内で会話をしないようになった親父が「わざと無視でもしてるんか?」と問い詰めた時があったそれでも妹は全く無表情で通した妹が喋らなくなって1ヶ月 親父と袋が俺を呼んだ。お前何かしたのかそう聞かれた。何をと聞き返すと何か言いにくそうなんだ。親父はこう考えた。妹は何かすごく落ち込むことがあった。でもそれは人に話せるようなことじゃない。だから喋らないと。 つまり俺が性的虐待をしたと思ったんだ。なんとか疑いを晴らすことはできた。だけど妹をああいう状態にしたのは俺なんだ。やり方は違えど原因は俺なんだ。なんとか妹に元に戻ってもらおうと思った。次の日学校から帰ってきた俺は妹の部屋に行った。 妹はまだ家に帰ってきてない帰ってきた後だと部屋に鍵をかけて出てこないので今しか部屋に入る機会がないのだ妹の部屋は喋らなくなる前と変わりがなかったもし壁中黒塗りなんてことになってたら俺は泣こうと思ってた本当に最悪なんだが 俺は妹の胸中を知るため、妹の日記帳を探した。妹が幼い頃から日記をつけていたのは俺は知ってた。机の上にある簡易本棚の中から日記帳を取り出し、中身を見た。日記帳をパラパラめくると、特に異常はない。だが、ページ数が半分くらいになったとき、 妙なページが見えた俺はそこをよく見たそのページから先のページは妹の字ではないとても大きくて歪んだ字の羅列だったよく見るとその字はちゃんとしたいひらがなだったが文章が意味不明だった例えば全部ひらがなで 大根はカエルに靴下さえしいたけこんな感じの文が数十ページ続いてた。俺は妹の脳を損傷させたんだと思ったあすごく後悔した妹に悪いことをしたという気持ちも大きかったが俺は刑務所に入れられるんだなと思ったからだ 半泣きで頭をかきむしっていると後ろに誰かいることに気づく振り返るとそこには妹が立っていた妹は全くの無表情だった夕方で電気をつけてなかったから無表情の妹の顔が真っ黒だった妹は何も言わずにゆっくり部屋に入ってきた 俺は後ろに下がった妹はカバンを机の横にかけると俺が部屋に入っていることが不快なのか俺の方向を向いたまま静止した焦りつつも何とか頭を整理した俺は妹に土下座で謝ろうと思った何も返事はしてくれないだろうでも土下座をしなければ俺の罪悪感が収まらなかった 土下座をししよううとと中腰になろうとした。その時妹がものすごい速さで俺の腕にしがみついた一瞬何をしたのかわからなかったその勢いで妹はそのまま部屋から出ていった俺ははぜんとしつつ右手に持っていた妹の日記が奪われたことに気づいた妹はその日の夜姿をくらました 現在も妹はうちに戻らない妹が今も生きているなら24歳まだ帰ってきてない全く勉強に身が入らなくなり受験就職と失敗しまくり今の俺は本当に底辺だ親も妹に期待してたからいなくなって 人が変わっってしまった怯える妹僕の父はいわゆるそういうものに敏感な人で父が学生時代に吉祥寺のアパートに住んでた時はそれはもうさまざまな怪現象に遭遇したそうです。 詳細を話すと長くなるんですが、寝ている時に突然現れた男に、包丁の背中で両方をなぞられながら、一緒に来いよ、と一晩中言われたり、風もないのにカーテンが膨らんでいるので、恐る恐るよく見てみると、明らかに人の顔の形をしていたり、と。僕がまだ小さい頃、テレビで夏の心霊特番が始まるたびに、そういった怖い話をせがみ、 父はしぶしぶそういった怖い体験を話してくれました。僕と母には全くそういう感覚はありません。しかし妹の方は父の血を濃く受け継いだようでたまに霊的なものを見ているようでした。それは冬休みのある日のことでした。僕が夕方遊びから帰ると 妹が自分の学習机の椅子に座り、何やら青ざめた顔でぼーっと真正面ばかりを見つめていました。僕は直感で、ああ、こいつなんか見たんだなとわかりました。以前、父の田舎の山でクワガタ取りをした時も、青ざめた顔で、山の上からおばあちゃんが見ている、と言い、 何もない山の中腹あたりをぼーっと眺めてたことがあったからです。僕は怖い話が好きだったんで、もしかしたらすごい怖い話が聞けるかもしれないと思い、妹に、何かあったのかと尋ねてみました。すると妹は、何でもないよ。と、妙に嫌そうにはぶらかしました。 僕は余計に好奇心が抑えられなくなり、嘘だ、とか、何があったの、とか、ずうしい感じで食い下がりました。妹は、何でもない、何にもないから、といった感じで一向に要領を得ません。僕はだんだんイライラしてきて、それまでの質問で、霊的なものに関してはあまり突っ込んでは聞いていなかったんですが、 何を見たたのと聞きましたすると妹は突然ものすごい剣幕で「なんでもないって言ってるでしょ!」と怒鳴り机に突っ伏してしまいました僕はその迫力に圧される形で引き下がらずを言いませんでした夜になり父が帰ってくると僕は夕方会った出来事を父に話しました すると父はいまだに机に突っ伏したままの妹のところに行き何やら会話をすると僕のところに来て真剣な面持ちで語り始めましたここからは父の話した内容を会話形式で話したいと思いますだいぶ省略してますが実際はもっと人の嫌がることをするなとかしつこいと女の子に嫌われるぞとか 教訓めいたことがたくさん絡められていましたもうこれからは妹にそういうものの話を聞くんじゃないえー、なんでお前はこの先本当に怖いものを見ることはないと思うでもそれはとても幸せなことなんだお前に今まで話した怖い話は 俺にとってはそこまでのものもじゃない。本当に怖い出来事というのは絶対人には話したくないものなんだどうしてこの辺りからはなぜかとても不安な気持ちになりました思い出してしまうからだ妹はまだ小さいからそういうものにも慣れてないし 無理に聞こうとしても絶対に話さないだろう僕はよくわからなかったんですがとにかく今日妹に起きた出来事を聞き出そうとするなと念を押されましたそれから妹にそういったものの話をすることはなくなりましたそれから少したって僕と妹が中学生になった時のことです 中学生になり、恥ずかしながら僕は少し荒れていました。しかし妹とは仲が良く、僕が部活をサボって家でゴロゴロしている時などにくだらないことをよく話していました。その日もゴロゴロしながらリビングで64のスターソルジャーをやりながら妹と話をしていました。64をやっていたので、話題が小学生の頃のことになり、 僕はふと父に念をされた時のことを思い出しました僕は中学生になり少し気が大きくなっていたことと家族に対する理由もない反抗心からずっと聞けないでいたことを妹に聞きましたお前さ小3の時俺が帰ったらなんかすげえ怯えてた時あったよなすると 妹はそれまでの朗らかな態度から一変して真剣な表情になり急に黙り込んでしまいました「やっぱなんか見たわけ?」と僕は続けます妹は少し考えるようなそぶりを見せると「もういいか」とつぶやきこう続けました「見た」 話したくないけどすごく怖かったで何を見たのよくわかんないというかあんまり覚えてないなんだよそれならあんなに覚えなくてもよかったじゃんだってまだあの部屋にいたからえ話さなかったのは 気づかないふりをしてただけ。あんたが何見たって聞いたとき、それがものすごい速さであんたの横に来たから、私うなったの。何それ。このとき化してたけど、内心ビビってた。そういうものは、こちらを気がつくと近寄ってくれ。だから知らんぷりをするしかない。だから、 怖い話なんてしたらダメだよ。抱きついてきた妹。俺には小学校に上がったばかりの妹がいるんだが、時々。今日はお兄ちゃんと寝る。と言って、 2階の俺の部屋に来て一緒に寝ることがあるその夜も一緒に寝ると言い出しただが俺は学校の課題が残っていたので先に寝かせた12時過ぎになってそろそろ俺も寝ようかなと思った時に妹がトイレに行くと言って目を覚ました家族はみんな寝静まっていて1階はもう真っ暗 怖かったらついてったろうかと言ったが大丈夫だというので一人で行かせた。でもやっぱり怖いらしくって。絶対部屋の塔を開けといてね。絶対だよと言い残して猛ダッシュで階段を降りてった。転ばないか心配していると 30秒もしないうちに妹が部屋に飛び込んできて俺に抱きついてきた「なんだやっぱ怖かったんか?」と言ったが返事がない「泣いてるのかと思って顔を覗き込もうとしても俺の胸のあたりに顔をうずめているのでわからない」つか何かおかしい抱きついてきてる妹の体が異様に冷たいそれに 開けといたはずの部屋の入り口がいつの間にか閉まってるそしたら急に部屋の扉がどんどん叩かれた聞こえてきたのは妹の泣き声ちょっと開けてよお兄ちゃんなんでこんな意地悪さるの部屋入れてよ紛れもなく妹の声うじゃあ 今、俺に抱きついてきてる、こいつはなんだ絶対人間じゃない。やばい。俺は焦って引き剥がそうとするが、なんかすごい力で俺に抱きついていて、全然引き剥がせない。むしろ、どんどん抱きつく力が強くなってきてる。痛くて声が出ないくらい締め付けてきやがった。背骨が折れそうだ。 肘でガンガンそいつの頭をどついても微動だにしない。肋骨がミシミシなって、もうダメだと思ったら、急に部屋の戸が開いてじいちゃんが入ってきた。入ってくるなりじいちゃんは、こらあいかんと言って下に降りていき、塩と酒を持ってきて、急に俺にぶっかけやがった。そしたら、ずっと俺にひっついていた子供がスーッと消えてった。 霊を呼ぶ妹これはアパートで一人暮らしをしている妹に聞いた話です妹は睡眠障害を患っていていつも病院で処方された眠剤を飲んでいましたでも大学が忙しくてなかなか病院に行くことができずにいたらしく眠剤がないとうまく眠れないのに 分かっってていながららを切らしてしまったそうですそれでも明日も大学があるからと無理にでも眠ろうとベッドに入って頑張ってはみたもののやっぱり全然眠れず途方に暮れてた時のこといきなり人生で初めての悲しばりにあったんですあまりにも突然で何が起こったか最初は分からなくてパニックになっていたら今度は耳元で 誰かがボソボソ何かが何言ってきたそうなんです。でも何を言っているのか聞き取れない断片的に接続詞っぽいのは聞こえてくるけどやっぱり肝心な部分が聞こえない気づくと妹を囲むようにベッドの周りをたくさんのベルバラ風の貴族たちが貴族は代わる代わる妹に近づいてきて 耳元で何かを話しかけてくるなんで貴族が私の部屋に結局貴族が何を話しかけてきたのか最後まで分からずじまいで気がついた時には朝だったとのことそれから久しぶりに行った妹の部屋はすっかりロコ調になっていました なんでよりによって貴族が私なんかに何の話があったのかどうしても気になると言って貴族がまた現れるようにと貴族に気を使って部屋をできる限りオフランスに近づけてみたと言うんですそんな妹の心遣いも虚しくあれから貴族は現れてはくれませんでも妹は全く諦めておらず 部屋だけがどんどん貴族チックになっていきます。このまま行くと、妹がコルセットにまで手を出しそうで恐ろしいです。そんな私は、来たる三月の妹の誕生日にティーセットをプレゼントするつもりです。他にも妹に関する話があるので、よかったら聞いてください。これは。 まだ妹がアパート暮らしをする前の話です。実は私は前から微妙な体験をすることが頻繁にありまして、例えば金縛り、ラップ音、自室で女の笑い声、後ろを横切る人影などです。でも、これらは錯覚や気のせいだと言える程度のものでした。けれど、 あまりに頻繁なので、どうにかしたいと常々思っていたんです。どうしても、これが本当に霊的なものなのか、それとも気のせいなのかははっきりしたくて、友達に頼んで霊能者を紹介してもらったんです。霊能者の方が言うには、どうもそれは妹に原因があるとのことでした。妹は霊感はないんですが、 例に取り憑かれやすい体質らしくって、妹についてきた例を私が今まで感じていたそうなんです。でも理不尽なことに、妹についてきた例は妹を見限り、ほとんど私の方に来てしまうと言うんです。妹は例に取り憑かれやすい体質にもかかわらず。私が血のつながりを疑うほどの冷徹な性格で、そのせいか。 例はこいつじゃ何もしてくれないと判断するみたいで多少なりとも霊感がある私のところに来るとこういうわけだったんです貴族の話じゃわからないでしょうが血も涙もないどうしようもない子なんですですが妹が大学生になりアパートで暮らすようになってからは驚くほど何もありません最初のうちは 妹が使ってた部屋のドアが勝手に開いたり、その部屋から咳払いが聞こえたり、廊下を足音だけがうろうろしていたりと不可解なことは少しありましたが、今ではさっぱり何も起きなくなりました。妹には悪いですが、もう帰ってこないでくれと思ってます。 小学生にも上がっていない妹ちょっと4時頃夢見て目が覚めて寝つけないので話させてもらうまあ単なる夢なんですが個人的に怖かったんで夢の世界で そこは昔住んでたマンションに何らかの事情で家族みんなでそこに引っ越したという設定夜中に目を覚ますと下のまだ小学生にも上がっていない妹がじっと廊下に立ってるどうした眠れないのかと声をかけるも何も言わずじっとしているだけしょうがないので抱き上げて兄ちゃんと一緒に寝るか と声をかけるもずーっと一点から目を離さずに見つめ続けてる俺もその方向を見てみるが何もなし抱っこしながらあやすんだが泣くでもなく無表情のまま見つめ続けるだけ「うわこいつなんか見えちゃってるわ」と思いながらも妹をほっとけず「怖いが抱いたまま家中うろうろ」 あれね、怖いとじっとしてるとかできなくねなんでか知らんけどもう自分には見えはしないが何かしらがいると確信的に感じているため「どうした何かいるんか何がいるんだ?」と妹に問うと初めて今度は天井を見つめスーッと指をさした「うわ絶対何かいる確実にいる!」 こんなところ住めねえよとなり、なおさらうろうろ。などとやってたため、父、母、上の妹が眠たい目をこすりながら起きてきてしまった。ちょっとテンション高めな俺は天井を指さしたままの妹を抱いたまま、いるなんかいる絶対上に何かいるってと騒いでいると、母が、何言ってんのあんたはと言いながら、 俺をベランダへ連れてって一言マンションの最上階で上に誰かいるわけないでしょ見ると上には確かに会場など存在せずに屋根部分に小さい網目状の通風口らしきものがあるだけあっこあの通風口あるじゃんあの奥だって 諦めずに食い下がる俺昔も隣の人が調べたけど何もなかったのバカなこと言ってないで寝なさいいや調べたってそれってある言うてるようなもんじゃないですかとここで目が覚めたまあ夢にしては綺麗な落ち着きで見事な出来栄えでした この夢で個人的に一番怖かったのは、俺には一つ違いの妹が一人だけで、小学校に上がる前の妹なんていないんだよね。俺は一体誰を抱き続けていたんだか。一番怖かったのはそこでした。 鈴の音何年か前ちょうどこの時期に妹から聞いた話だそれは妹が近所のお寺から帰宅する途中のことだった照りつける夏の日差しとけたたましいセミの声にうんざりしながら妹は近道をしようと裏道に入った しかし何かがおかしい。何やら道を間違えてしまったようで見たことがない風景が広がってた。住宅街を歩いていたはずなのにいつの間にか左右に田んぼが広がっており周囲は竹林で囲まれていた。前方には小屋がありモーター音のようなものが聞こえてくる。人影はない。 進んでも抜けられる保証はないと悟った妹はすぐに引き返そうと思っただがその時妹の耳に「リン」と鈴の音が届いた背筋に冷たいものを感じた妹は厳びを返さずに進むことにした妹が歩みを進めるとリン「リン」「リン」 と鈴の音が響く最初は鍵についたアクセサリーのせいだと思っていたいや思い込もうとしただがそもそも鍵に鈴などついていない徐々に大きくなってく鈴の音は明らかに背後から聞こえてた妹は追い立てられるように歩く鈴の音はついてくる いつの間にかセミの鳴き声は止んでた田んぼは稲穂が枯れており生暖かい風に揺られて手招きをしている気づけば小屋がすぐ目の前に迫っていたもしかしたら人がいるかもしれないわらんに結がる思いで小屋に向かったんだがその時気づいてしまった小屋の中からする音は モータータ音などではなかった「ワンワン」ワンと「地を這うようなうめき声」だったんだその小屋に行ってはいけないそう思った妹は小屋の前を通り過ぎとにかく先を急いだ鈴の音に追いつかれたらどうなってしまうんだろう小屋の中にいる何かに気づかれたらどうしようと 恐怖しながらしばらくしてさーっと視界が開けた目の前に広がったのは見覚えがある大通りだった排気ガスと焼けたアスファルトの匂いが妹を現実に引き戻す鈴の音はもう聞こえない背後を振り返ると自分が知っている細道が続いているだけであった あれは一体何だったんだろうかセミの鳴き声がゆだる空気を揺るがす中妹は呆然と立ち尽くしていた